サー・ウィリアム・シドニー・スミスは、イギリスの提督、バスクンシャク氏。通常は、ミドルネームによって、サー・シドニー・スミスとして知られる。ナポレオン・ボナパルトをして、我が運命を失わしめた男と言わせた。シドニー・スミスは、陸海軍の軍人を排出する家系に生まれ、ピット家とのつながりがあった。このエタイジョン・スミスの次男として、ウェストミンスターで生まれたシドニー・スミスは、 1772年まで、トンブリッジ港に通った後1777年に、イギリス海軍に入隊し、アメリカ独立戦争を戦った。1778年には、アメリカのフリーゲート、ローリーとの戦闘を経験した。1780年1月、サンビセンテ岬の近くで行われた海戦に、ロドニー艦隊に属して参加したシドニー・スミスは、 そこで示した勇敢さのゆえに、9月25日、必須条件である19歳に満たないにもかかわらず、74問、3等級戦列艦、アルサイドの会議に任命された。スミスは1781年のチェサピーク湾の海戦と、それに続くセインツの海戦で頭角を表し、その結果として、最初の指揮官であるスループ、フュリーを与えられた。 より大きなフリゲートの艦長にも速やかに昇進したが、1783年のベルサイユの講和の後は半額級の給食とされた。平和な時期、スミスはフランス旅行を行い、新しいシェルブール軍港の建設を観察するなど、情報収集に関わった。また、やはり仮想的であったスペインとモロッコにも足を伸ばした。1790年、彼は、 ロシア帝国と戦争中のスウェーデン海軍に勤務する許可を申請した。スウェーデン国王グスタフ3世は彼に小さい戦隊の指揮を任せ、また海軍に関する王の主要なアドバイザーに任命した。スミスは自らの戦隊を用いてビボルグワンにおけるロシア艦隊の一層を図った。スベンスクスンドの海戦として知られるこの戦いで、 ロシアが64隻の艦艇と1000人以上の兵員を失ったのに対し、スウェーデン側は4隻の艦を失ったものの、人的損害はわずかに止まった。この功績により、スミスは国王により、スウェーデンの訓位を授与され、騎士に助せられた。この称号の使用については、ジョージ三世国王の直虚を得たが、仲間のイギリス主官からは、 スウェーデンの騎士と陰口を叩かれることになった。スミスのような半級給食の身でスウェーデン海軍に入隊してロシア艦隊と戦ったイギリス士官は大勢いたが、そのうち6名がこの戦闘で死亡した。この結果、スミスはそのスウェーデン海軍勤務に関して多くのイギリス海軍士官の反感を買うこととなった。1792年、 スミスの弟ジョン・スペンサー・スミスはイスタンブールのオスマン帝国宮廷に対するイギリス大使館に勤務することになったためスミスも許可を得てトルコに滞在したがトルコ滞在中の1793年1月フランスで革命戦争が勃発したスミスはイギリス人水夫を雇うとフランス海軍の地中海側の主たる軍港である トゥーロンを占拠していたサミュエル・フッド提督のイギリス艦隊に合流した。フッド艦隊はフランス王党派軍の要請で現地に進出していた。スミスの到着した1793年12月、ナポレオン・ボナパルと砲兵大佐を含む革命軍は軍港に包囲攻撃を仕掛けていた。イギリスとその同盟国は効果的な防衛を行う兵力が不足しており、 港を放棄せざるを得なくなった。スミスは自ら志願して港が革命軍に占拠される前にできるだけ多くのフランス艦船と貯蔵物資を焼き払う任務を与えられた。彼の努力にもかかわらず支援のために送られたスペイン軍の非協力によってフランス艦船の半分以上は無傷で革命軍に捕獲された。スミスはそれ以前に 最も成功した海戦よりも多くのフランス艦を破壊したにもかかわらず、全フランス艦隊の破壊に失敗したとして、ネルソンやコリングウッドラから非難された。ロンドンへの帰還に際してスミスは後島艦、ダイヤモンドの指揮を任され、1795年にサージョン・ボーレーズ・オーレンの指揮する西部フリゲート戦隊に加わった。この戦隊は、 サー・エドワード・ペリューを含む最も有能で大胆な艦長で構成されていた。スミスはこの形態に適しており、フランス艦隊を偵察するために、ブレスト港にほとんど入るところまで艦を持ち込んだこともあった。1795年7月に、スミス艦長はダイヤモンドで西部フリゲート艦隊を指揮して、ノルマンディ沖のサンマル島を占領した。彼は、 島の防備を固め、一時的に海軍部隊で守備するための兵員と武器を、包艦バジャーを呼び、サンドフライから捻出した。防備の補強は、陸軍工兵隊によって行われ、海兵隊と陸軍砲兵隊の分献隊が置かれた。島は、沿岸航行を妨害するための拠点であり、またフランス亡命者の通過点でもあるルアーブルを、 封鎖する前進基地として用いられ、ほぼ7年の間、海軍によって保持された。スミスはもっぱら沿岸作戦に従事した。そして1796年4月19日、ルワーブルで、フランスの船を奪い取ろうとしていた時に、捕らえられてしまった。スミスは搭載ボートで港に逃れたが、港を去ろうとしたその時に、風が止み乗った船はフランスに奪還された。 このような場合には、捕虜交換の対象となるのが習慣だったが、スミスは、トゥーロンでの艦隊焼き討ちの権威によりパリのタンプル島へ連行された。フランスは、スミスがその時点では、半球給食の状態であったため、正規の戦闘員ではないと考え、捕虜としてではなく、海賊として扱われたためである。スミスを捕虜交換の対象にしようとするいくつかの、 試みと、フランス王党派とイギリスの諜報員の頻繁な接触にもかかわらず、彼は2年間パリに留め置かれた。フランス当局は何度か、彼を放火の容疑で断罪すると脅迫したが、脅しが実行されることはなかった。結局、1798年にスミスは王党派の手助けによって脱走に成功した。 王道派は彼をもう一つの刑務所へ移すと偽って、ルワーブルに運んだ。そこで彼は釣り船に乗り込み、イギリス海峡をパトロール中のイギリスのフリーゲートに救出された。そして1798年5月8日に、ロンドンに到着した。ナイルの海戦におけるネルソン・アッショーの後、スミスは、ティーグルの艦長として、地中海に派遣された。彼は、 地中海艦隊司令長官セント・ヴィンセント卿の指揮下に加わるよう命令されたが、彼に与えられたのは、純然たる海軍の任務ではなかった。セント・ヴィンセントは、スミスをレバントにおいて必要な軍艦を指揮することのできる代償に任命した。スミスはまた、彼の兄弟が、今や全権講師として赴任している、オスマン帝国のイスタンブールに行く軍事及び、外交の任務も帯びていた。 その任務とは、ナポレオンに対抗するトルコの立場を強化し、エジプトで立ち往生している、フランス軍をトルコが撃破するのを援助するという、ものだった。この二重の任務は、地中海のセントビンセント艦隊では、彼の上官に当たるネルソンにとって、レバントにおける彼の権威に、名目上とって変わるものであったため、その憤慨を招いた。ネルソンの反感は、 海軍内部でのスミスの評判に悪影響を与えることとなった。1万3000人の軍隊を率いたナポレオンはエジプトでオスマン帝国軍を撃破し、オスマン帝国のシリア行政区を地中海の海岸に沿って北に進撃した。彼は民間人に対しても残虐性を発揮しながらガザとヤッファを占領し、捕虜にしたオスマン軍兵士を虐殺した。 ナポレオンは彼らを一緒に連れて行くことはできず、かといって、エジプトに送り返すこともできなかったからである。そしてナポレオン軍は、ついにアッコに進出した。スミスは、カイロアッコに達し、アッコの大主ジャザール・パシャの防備を援助するとともに、古い城壁の補修を行い、さらに彼の艦隊から大砲とそれを操作する水兵と、海兵隊員を供給した。彼はまた、 自軍の政界権を行使して、エジプトから船で送られてくるフランスコイ軍の大砲を横取りし、さらに海から砲撃を行うことによって、フランス軍がヤッファから海岸沿いの道を利用することを妨害した。1799年3月、遅く、フランス軍の包囲が始まると、スミスは軍艦、ティーグルとシーシュースを港内に描白させ、 その原則放火で防備軍を援助させた。度重なるフランスの攻撃は追い返され、また、城壁の下を掘り進む、数度の試みも阻止された。5月初め、フランス包囲軍の交代の砲兵部隊が陸路で到着し、突破口が開けられたが、その攻撃は、ロードスからのオスマンゾー援軍の上陸により再び阻止された。5月9日、激しい砲撃の後に、 フランスの最後の攻撃が行われたが、これも結局撃退された。ナポレオンは軍をエジプトに撤退させる計画を立て始めた。その直後、ナポレオンは彼の軍をエジプトに放置して地中海を警戒しているイギリス艦隊の目をかわしてフランスへ帰った。スミスは残ったフランス軍の降伏と本国総還について、 フランス軍のクレベール将軍と交渉し、エルアリ協定に署名した。しかし、エジプトのフランス軍は本国に返さずに、撃滅すべしというネルソンの意見が力を持ち、セント・ビンセントから艦隊司令長官の任を引き継いだ、キース教により、その条約は破棄された。イギリスは、サーラル・フアバークロンビー指揮下の陸軍部隊を、アブキール湾に上陸させることを決定した。スミスと、 ヒーグルは上陸部隊の訓練と輸送及びオスマン帝国との連絡任務を担当した。しかし、スミスの不人気はその外交上の信任と東部地中海の戦隊指揮官という海軍での地位の喪失につながった。侵入は成功し、フランス軍を破ったが、アバークロンビーは負傷して間もなく死亡した。フランス軍は結局、スミスが以前締結した。 エルアリ協定と同じ条件で本国へ送還された。1801年にイギリスに帰ると、スミスはその功績に対して、若干の栄誉と千ン,ンドの年金を受けることになった。しかし彼の栄誉は、コペンハーゲンの海戦の勝者として、喝采を持って迎えられていたネルソンによって再び、影を薄められてしまった。短期間に終わった、アミアンの和訳の期間。 スミスは1802年の総選挙において、ケントのロチェスター選挙区から、下院議員に選出された。彼に関して、キャロライン・オブ・ブランズウィックと関係を持ったという強い疑いが持たれている。しかし、彼女の妊娠については、彼女には同時に何人かの恋人がいたことが知られており、子供がスミスのものであった可能性は少ない。後に、愛人の噂は、 キャロラインとの離婚を望むジョージ音世から賄賂を受け取った人物の偽証であり、子供はキャロラインが貧しい母親に代わって養育していた子供であったとされている。1803年のフランスとの戦いの再開によって、スミスは北海南部のオーステンデとフリシンゲンの間の海岸の沖合でナポレオンの侵入軍の脅威に対抗する部隊の一部として任務に就いた。 新しく、また奇抜な戦法に興味を持っていたスミスは、1804年と1805年に、アメリカの発明家、ロバート・フルトンと一緒に仕事をした。フルトンは、フランス及び、ベルギーの海岸に集まっているフランス侵入艦隊を、破壊するための機雷の開発を計画していた。しかし、新兵器を、コングリーブロケットと組み合わせて、ブローニを攻撃する試みは、 悪天候と出動したフランス包艦によって失敗に終わった。この挫折にもかかわらず、カディスのフランススペイン連合艦隊に対してロケットと機雷の組み合わせで攻撃を行うという提案が行われたが、連合艦隊は1805年10月にトラファルガーの海戦で壊滅したため実施されることはなかった。 1805年11月にスミスは少々に昇進し、地中海に派遣されて、ネルソンの死後に司令長官となったコリングウッドの下に配属された。コリングウッドは彼を両シチリア王国のフェルディナンド一世王を援助するために分献し、ナポリ王となっているナポレオンの兄のジョゼフから首都ナポリを奪還するのを援助することを命じた。スミスは、 カラブリア非正規軍と5000人のイギリス将兵をナポリの北に進撃させることを計画した。1806年7月4日、彼らはマイダの戦いで優勢なフランス軍を破った。しかし彼はまたしても上官の怒りを買い、勝利にもかかわらず陸上部隊の指揮官を交代させられてしまった。後任はイギリスの有能な兵士の一人であるジョン・ムーアだった。 ムーアは、スミスの計画を放棄し、シチリア島を地中海における、イギリスの重要な根拠地とする方針に転換した。スミスは、1807年2月、サージョン・トーマス・ダック・ワース提督の、コンスタンティノープル遠征に同行した。これはフランスが彼らの軍隊を自由に、エジプトに送れるように、トルコとの同盟を作ろうとする動きに前もって、対処することを目的としていた。 スミスのトルコ海域に関する他に類を見ない経験とトルコ宮廷についての知識、それにトルコにおける個人的人気にもかかわらず、彼には従属的な役割しか与えられなかった。ダックワースは結局スミスの助言を求めることになったが、その場合でもそれは変わらなかった。ダックワースはスミスにトルコとの交渉を任せたが、フランス大使が後に、 フランス風除局の終わりといったトルコの激しい砲撃を浴びながらダーダネルス海峡を通って後退した。これは敗北に他ならなかったが攻撃を受けながらの撤退は英雄的な行為として称えられた。同年夏、ダックアースとスミスはイングランドに呼び戻された。1807年10月、スペインとフランスはポルトガルを分割する条約に署名した。 同年11月、スミスは、リスボンへ遠征して、ポルトガルの抵抗を援助するか、それができなかった場合には、ポルトガル艦隊を破壊して、リスボン港を封鎖するという任務を命じられた。スミスは、ポルトガル艦隊が当時は、ポルトガルの植民地だった、ブラジルのリオデジャネイロに向けて出港するように手配した。彼は、命令に反して、ポルトガルと共同で、 南アメリカのスペイン植民地を攻撃しようとしていたが、計画がまだ実行される前の1809年、イギリスに呼び戻された。彼は、その行動で大衆に非常に人気があり、英雄として扱われていたが、政府は懸念を持ち続けており、公式な栄誉を与えられることはなかった。スミスは1810年7月31日に、中将に昇進した。 その年の10月、彼は、キャロライン・ランボールドと結婚した。キャロラインは、外交官かつ情報エージェントであったサー・ジョージ・ランボールドの、未亡人であり、スミスは、サー・ジョージと共に働いたことがあった。ポルトガル王室を護衛して安全に、ブラジルへ送り届けた功績により、スミスは、殺傷交代史上案から、新たに復活した、党と県の国王十字章を授与された。 1812年7月、スミスは、新しい機関、トレメンダスに座上して、再び地中海に進出し、サー・エドワード・ペリュー中将の自席指揮官に任命された。任務は、トゥーロンの封鎖であり、スミスは機関をより大きな百十門一等艦、ハイバーニアに移した。フランス艦隊は、港から出て、イギリスに立ち向かう気配を一向に示さなかったため、 封鎖任務は退屈なものであった。1814年はじめ、連合王国はパリに入り、ナポレオンは退位してエルバ島に追放された。ナポレオンの敗北と平和の到来により、スミスはイングランドに戻った。スミスは奴隷制に反対する行動を起こした。バーバリ海賊は数世紀にわたって北アフリカの数多くの港を起点に行動していた。 彼らは捕らえたスイフを奴隷にしたばかりでなく、イングランドやアイルランドを含むヨーロッパ沿岸を襲って人々を誘拐した。スミスは奴隷誘拐の実行を終わらせるためにウィーン会議に出席して資金募集と軍事行動を訴えた。1815年3月、ナポレオンはエルバ島を脱出し、自らに忠実な軍隊を集めつつ、 フランス皇帝に復帰するためにパリに進軍した。スミスはイングランドに戻っていたために6月までにブリュッセルに到着するのがやっとだった。大きな戦いの方制を聞きつつウェリントン港に会いに行ったスミスはわずかの差で間に合わなかったことを知った。彼が到着したその日、ワーテルローの戦いは終わったのであった。スミスは多くの負傷した両軍の兵士を集めて治療させる。 準備を始めた。それからアラスとアミアンでフランス守備軍の降伏を受け入れ、連合軍が無欠でパリに入ることができるようにした。それはフランス国王ルイ18世の首都機関の安全を確保することに他ならなかった。これらの貢献に他の功績も加えてスミスはついにイギリスのバス君尺氏に除せられた。彼はもはや単なるスウェーデンの騎士ではなくなった。 スミスは外交活動の費用としての莫大な負債を抱えたが、イギリス政府はなかなかそれを補填しようとはしなかった。しかしスミスは相変わらず上流の生活をやめようとせず、また奴隷売買打倒への賛同を募る活動はさらに多くの資金を必要とした。当時イギリスでは債務者は負債が支払われるまで収監されることがあったので、スミスは家族をフランスへ伴って、 パリに住んでいた。やがてようやく政府が彼の借金を弁済し、年金を増やしたので、それなりの生活を送れるようになった。会場勤務に対する、度重なる請願にもかかわらず、彼は二度と、その命令を受けることはなかった。スミスは、脳卒中で1840年5月26日に、死亡した。彼の亡骸は、妻と共に、ペール・ラシェーズ墓地に眠っている。 ありがとうございます。